ジャパンカップのジョッキーカメラ公開された映像がすごすぎると話題になってる件に対するみんなの反応。今度こそちゃんと映ってる。晴れてよかった。画面酔いしにくくて助かる。機種目線でも手応えやばいな。これロダンの真横スーッと上がっていくのすげーな。最後徐々に減速してるし、ガチで全てを振り絞ったんだなと。800メートルあたりから仕掛けてる仕様持ってくれた。一瞬69キロ出てるんか。遡る途中で69キロ出す化け物。この馬末脚ばっか言われるけど坂得意だったりする？中山ほどの傾斜だとさすがに止まりそうだけど、ピッチ走法から来る超加速でトップスピードに行くので坂は問題にならない。上りは得意だけど下りはそこまで。本来はパワータイプだし、ピッチ走法で小回りの方がいいと言われる。ロス覚悟で無理やりねじ伏せての勝ち方は強かったなぁ。とはいえさすがに体力的にはギリギリだったか。最後まで追い比べしてるのにゴール前で結構速度落ちてるし。でも負けるならこの馬場このうち前残る展開だったから、それを勝ったのはさすがやわ。とはいえ差し返されそうでもなかった下の馬も失速するやろ。まあめっちゃ引っかかったんだし、そりゃスタミナ浪費してますわ。ほぼ外回されて結構ロンスパかけて持ってるのがやべえ。レース映像の方見返すと前半かかり通し？有馬ではかかったらスタミナ持たないだろうな。かからないでくれ。有馬の方がいいって言ってるな。すごいな本当に。府中なら2400、中山はコーナー減速の分プラス100で2500って感じ。やっぱ使える足も長いね。有馬も絶対700以上スパートしてたから。未勝利みたいなペースって言ってる？最後の方。ピッチ走法だからコーナリングがやたらうまいんだよね。京都記念と有馬勝ったあたりでは最高速度はそんなにだけど、コーナリングと持続力がすごいって話だったけどなぁ。こんな末脚使えるとは。うわぁ、空がめちゃくちゃ綺麗だぁ。首をぐっと下げてから徐々に上げながら加速していく姿はさながらウサインボルト。しかも鈍ってきたらもう一回首下げて再チャージする。頭の良い馬だよドウデュース。豊か、ノーノーノー。君こっち。他の馬と一緒に帰ろうとするお道具さ。コーナリング性能がめちゃめちゃ高いから中山ではアドをがっつり取れるんだよな。タバよりもコーナリングに余力を使わないで楽に早く回れるから、その分で2500まで持つ。コーナー角の緩い府中ではその恩恵が薄いんで、実は有利要素は少ないコースなのにねじ伏せてる。新エンペラーに迫られてたように思えたのはやっぱ体力的に最後はきつくなってたからだったか。ほどほどスローくらいが本当は良さそうだな。スローすぎるとハミを噛みっぱなし？でどんだけ前に行きたいんだ。坂で加速してるのすごいね。新縁は金曜有利もあったしな。体力残ってるか？有馬までもつか心配だよ、気有民だから。この後海馬完食して水曜までに調教始めたら問題ないよ。秋天の時も言ってる人いたけど、気有しすぎも気をつけてね。メンタル面もだいぶ落ち着いてきたかと思ったけど、前後と距離取れないとかかっちゃうねー。相変わらずこの人のジョッキーカメラは見やすくて酔わないから助かる。かかってスタミナ消耗してるはずなのに追い比べても抜かせないんですけど。コース違うのに22有馬のエクイノックスみたいだったな。馬が好調なのにペース遅すぎて我慢させしっぱなし。お堂の耳ぴょこでご飯3杯いける。相変わらずゴールした後のお耳ぴょこってするのが可愛すぎるな。今回本馬場入場の時は下ペロしてたし、あざとすぎないか。馬娘のダイナミックで追い込みが楽勝する時みたいな感じの挙動で笑う。しかも最後の方ずっと68、69キロだしマジで強いわ。馬娘の追い込み勝利動画みたいで、最高峰から追い上げるの爽快。あの竹さんからこんな馬いないと言わしめるのすごいよ。かかったって10回くらい言ってて笑う。旗から見ててもあからさまに手綱引いてたもんな。ドウデュース。ふう、勝った勝った。ほな帰るで。レース終わったらすぐケロッとしてて草。タフすぎないか？道中の揺れも少ないんだけど、4コーナー出口で追い始めた瞬間ピタッと揺れが収まった。さすがにムチ入れ始めたら揺れるけど、やっぱこの人のフォーム綺麗すぎるわ。豊さんだいぶ焦ってたんだな。
にコーナーからすでに引っかかってたのに直線持ってるのすごい。これスローで溜めたというよりスローでかかりまくってスタミナ削られるからシャアなしでゴーサイン出した感じだな。2400だと長めなのはあるし多分本来は流れたミドルのが良かったかもしれん。それこそ2400ならダービーぐらいの流れ具合が一番気分よく走れるタイプかな。ハイペースは極まるとスタミナレースになるからそれは困るが。仕掛けるの早い感じだったけど動画前行きたすぎたのか。ぐいぐい引っ張ってたもんな道中。やっぱり行きたがりなんだね。4コーナーで外からまとめてぶち抜いていくの快感だわ。横に各馬の配置置いてくれてるおかげでラスト1ハロンものすごい勢いで追いかけてくる新エンペラーがよくわかる。コーナリング性能とギアチェンジした際のトップスピードに乗るまでの加速力は歴代最高クラス。去年のイクイノックスといいこのレベルの走りをジョッキーカメラで見ることができるの本当にありがたい。改めてコーナリング性能がズバ抜けてるな。有馬記念の64.5キロを維持しながら回ってくるのもすごいし、今回の4コーナー100メートルだけで65キロ以上まで持っていくのもすごい。これはやっぱり足の回転率のおかげなのだろうか。これ見たけど豊さん性格良すぎだろ。観客にもありがとうって言ってた。近場道でマジで絶賛してたな。こんな馬おらんでって。武豊の言葉だから重みがある。史上最強馬だな。今まで乗ってきた中で一番のベストパートナーって感じがする。武豊だとかかっても抑えが効くしゴーサイン出してもスッと反応する。引っかかったって20回くらい言ってて笑った。手が痺れたって。ドウデュースだけじゃなくて他の馬もみんな遅いから引っかかってた。そりゃ直線みんなほぼ同じ位置で追い比べならこのメンバーなら勝つわなって結果。もっと突き抜けていくと思ったら思ってた以上に新エンペラーが強かった。早かったけど去年700メートル持ったからいけると思ったって言ってるな。こんな馬をマイラーって言ってた予想家がいるらしい。引っかかっても離さないだけマシ。だらだら前目ついそうで足使わせるのが今の回転力全振りドウデュースには最悪。事前策では乗れてたよ。これ秋天と同じような勝ち方でよかったね。秋天の泥で視界が死んだ音や声しか聞こえなかったカメラの見えてる世界線を見られた感じでモヤモヤが晴れたわ。クリストフ何着やった？ああ、くっそわろた。ルメールと竹仲良すぎだよな。毎回絡んでる。竹とルメールのカメラだけは全然ブレないからマジで G1 ジョッキーやってるみたい。他の機種はカメラがブレまくるからマジで見るに耐えない。映像を見るとまるでドウデュースも竹さんを勝たせてやらなきゃって強く思っているかのように見える。友道が豊かだとドウデュースはフットワークが変わると言ってたから、ドウデュースは豊かが大好きなんだよだってさ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。